皆さんこんにちは、東京オタクモードの高橋です。東京オタクモードではバイヤーとライセンスを担当しています。僕はイラストが好きで、コミックマーケットやコミティアなどの日本の同人即売会イベントに通っています。即売会で綺麗なイラストレーターさんの作品を見たりお話ししたりするのはとても楽しいです。僕のおすすめの絵師100人展の縦一人を紹介します。こちらになります。絵師100人展とは秋葉原の UDX で行われているイベントです。毎年行われていて、今年で6回目、4月29日から開催することになっております。このイラストは伊藤ノイさんを描かれたイラストで、とても可愛い女の子を描かれているイラストになります。好きなイラストが部屋に飾ってあると一日とてもハッピーな気分で過ごせるんじゃないかなと思います。いつもグッズを買っていただきありがとうございます。部屋をオタクでいっぱいにして楽しいオタクライフを送ってください。これからもよろしくお願いします。